どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今回からステージ4の攻略に入るのですが、正直見どころも何もないので、視聴者様からご要望がありました悪魔解説を入れて、動画を作っております。お楽しみいただけると幸いです。ではご覧ください。注意事項。この解説はチャット GPT で作成されています。チャット GPT は結構な頻度で嘘をつきます。なので話半分で聞いてください。魔人転生2、悪魔解説 by チャット GPT。音量編。下道魍魎。魍魎とは、日本の伝説や民話に登場する悪霊や妖怪の総称です。彼らはしばしば人々の身の回りに現れ、様々な形で害を成すとされています。彼らの特徴や行動は多様で、地域や物語によって異なりますが、一般的には次のような特性があります。姿や形。魍魎の姿は多様で、獣のような姿を持つ者から人間に似た姿まで様々です。彼らは自らの姿を変える能力を持っており、人々を惑わしたり、恐れさせたりすることができます。人々への影響。魍魎はしばしば人々の生活や行動に干渉します。例えば、作物を荒らしたり、人々を誘惑して迷わせたりすることがあります。彼らの存在はしばしば不運や災厄をもたらすものとされています。居住地。魍魎は森や山など自然の中に住むとされています。そのため、彼らを避けるための慎重な行動や、特定の場所での特別な儀式が行われることもあります。民間伝承や文学での描写。魍魎は日本の伝承や文学作品に数多く登場し、彼らの物語は地域や時代によって異なります。彼らはしばしば悪意を持った存在として描かれ、主人公や人々に試練を与える役割を果たすことがあります。下道。バックベアード、外見。巨大な黒い円形で、枝のようなものが放射状に生えており、中心に目がついている。夕方にビル街に出現することが多い。能力。その巨大な一つ目で睨むと、強烈なめまいを起こす。高化学スモップのようなものが正体であるとの指摘もある。出自。バックベアードの元となった決定的な伝承は発見されておらず、イギリスの妖精バグベアからの着想説があるが、国性質容姿などは異なる。書出。1965年の少年ブックでの世界の幽霊お化け100選が書出。昆虫の目を持つとされ、目を直接見ると危険とされた。水木しげるの作品での役割。漫画墓場の鬼太郎妖怪大戦争で西洋妖怪の総大将として登場。以後、水木しげるの作品に多数登場し、有名になった。ゲゲゲの鬼太郎における役割。冷酷で狡猾な性格で、邪魔な人間や妖怪を平気で殺す。初登場は妖怪大戦争で、西洋妖怪軍の大将として登場し、鬼太郎と対決する。その他のエピソード。宇宙旅行を計画したり、相撲大会に参加するなど、様々なエピソードに登場。邪霊、ゾンビ、一般的な特徴。ゾンビは、アフロカリブ海域の伝承、特にハイチのブーブー教の信仰と実践から発生したとされる。ゾンビは、強力な魔術師によって生き返らせられた、言葉も自由意志も持たない再生された死体とされる。プロフィール。誠女神転生。ハイチ出身。魂を奪われた犯罪者や悪人の体を操る。ゾンビの犠牲者もゾンビになると言われている。デビル様なアクズハライドを隊長地から兵団。ゲーム内で最初に遭遇する敵。訓練場でライドウの能力を試すための餌として使用される。能力と特性。ゾンビは、ブーブー教のゾンビと似ているが、想像方法が異なる。女神転生シリーズでは、ゾンビは通常、火や払いに弱く、氷や電撃に耐性を持つ。邪霊、ゴースト、種族。ゴーストは多くの場合、アンデッド種族やスピリット種族に分類されます。これは彼らが死者の霊や亡霊であることを反映しています。外見。ゴーストは通常、透明または半透明の霊体を持つ悪魔として描かれます。彼らはしばしば不気味な外見を持ち、時には人間の形を保っていることもあります。能力。ゴーストは、物理攻撃に対して高い耐性を持つことが多いですが、神聖系の魔法や呪文に弱いことが一般的です。また、彼らはしばしば敵を呪う能力や、HP を吸収する能力を持っています。役割。ゲーム内では、ゴーストは敵として登場することが多く、プレイヤーは彼らを倒すか、交渉を通じて仲間、仲間の悪魔、として召喚することができます。邪霊、サルゲッソウ、一般的な特徴。サルガッソウは、女神転生シリーズに登場する悪魔です。サルガッソウ海は、大西洋に位置し、4つの海流によって形成される海洋海流の一部です。
他の海と異なり、陸地の境界を持たない特徴があります。特有の茶色い海藻と静かな青い水で知られています。歴史。サルガッソ海の名前は、15世紀初頭のポルトガルのアゾレス諸島探検と、その西部の大西洋海流で海藻がよく見られたことに由来します。しかし、この海は古代の航海者にも知られていた可能性があります。能力。サルガッソは、石化状態を引き起こす能力を持っています。例えば、ペトラは単一の敵に石化状態を与えるスキルで、グレアは複数の敵に石化状態を引き起こす可能性があります。その他の特徴。サルガッソ海に関する最大の神話は、サルガッソムと呼ばれる海藻が意図的に船を絡め取るというものですが、実際には風の不足が船を捉える原因です。この海藻は表面に大量に生え、バミューダトライアングルの近くに位置するため、この神話が生まれたと考えられています。ジャレイ。サンニアカー。一般的な特徴。サンニアカーは、スリランカの神話に由来する悪魔です。単独または一群の悪魔として表され、18種類の病気を象徴しています。これらの病気はコミュニティに脅威をもたらすとされ、病気が特定されると、それぞれの3人を象徴する異なる仮面を着用したダンサーによる癒しの儀式が行われます。ヤカーは彼のしもべとされています。誠女神転生では、スリランカの病気の精霊として登場。ヒンズー教の役者の変死とされ、シャーマンによって召喚され、供物を受け取るか仏教の楽器を使って追放されます。能力。サンニアカーは、魔法に対する耐性と呪いを反射する能力を持っています。また、敵を麻痺させるパラルアイズ、複数の敵に毒を与えるベノムブレス、敵を呪うブラッドシークなどのスキルを使用します。その他の特徴。サンニアカーは、スリランカの神話において、コミュニティに脅威をもたらす病気を象徴する重要な存在です。彼らはヒンズー教の役者の変死とされ、シャーマンによって召喚されることがあります。ジャレイ。リッチ。一般的な特徴。リッチは、通常、魔術師や魔法使いとして描かれ、ネクロマンシーを通じて永遠の命を追求したアンデッドの一種です。彼らは肉付きのある、または骸骨の死体として現れ、貝のアンデッドを操ることができます。ゾンビとは異なり、リッチは知性を保持しており、以前の知能と魔法の能力を持っています。プロフィール。誠女神転生では、ヨーロッパ出身のアンデッドの司祭または強力な魔術師として登場。死後も研究を続けるため、高い知能を持つ魔法使いとされています。能力。リッチは、魔法に対する耐性を持ち、呪いを反射する能力があります。また、敵を麻痺させるパラルアイズ、複数の敵に毒を与えるベノムブレス、敵の生命力を吸収するブラッドシークなどのスキルを使用します。その他の特徴。リッチは、女神転生シリーズにおいて、強力なアンデッドとして登場し、プレイヤーにとっては厄介な敵、または強力な仲間となることがあります。いかがでしたでしょうか。今回、増長点と項目点が仲間になりましたので、残りの仲間は渋滞となります。では今回はこの辺で。さようなら。